ちは、ボンドショップ浦坂井です。今日はこちら、前回イベンチュリとかを取り付けしたアウディ S3、 こちらの車になんとまた追加パーツいっぱい取り付けしました。まずこちらですね、リアスポイラー、これバランスイットのカーボンスポイラーですね。こちらを取り付けします。今純正のちっちゃいスポイラーが付いてますけども、まあ、このカーボンちょっと大きなものなんです。はい、はい、そしてお隣、こちらフォージですね。フォージの、これはインテークパイプですね。ちょっと大きいアルミのもの、こちらを取り付けするのと、その後ろ、こちら、シリコンホースですね。これインテーク系のターボパイプとか全部入ってます。なんかおしゃれな袋ですね。はい、そしてこちらもタービンの入り口のところ、インテークのアダプターですかね。はい、ここもお取り替え。そしてその手前、エアクリからのところですね。このインテークパイプもカーボン、これは ECS チューニング、こちらのカーボンパイプにお取り替えします。そして今回目玉パーツです。じゃじゃん、インタークーラー、こちらをお取り付けいたします。ちょっとごめんなさい、これまだ外してないんですけど、結構分厚いものになってますね。果たしてポンとつくかどうかはあれですが取り付けていきたいと思います。では早速作業の方行ってみましょう。はい、じゃあ、エンジンルームから行きますね。これせっかく、まあ、前つけたんですが、これ全部外さないとできないので全部外します。で、その後、バンパーですね、この中に、いるんですよね、あのインタークーラー、はい、なのでバンパーも全部外して、まあ、合わせてヘッドライトの方も取っちゃいます。はい、じゃあこちらですね。まず、タービン、これタービンです。タービンのインレット、ここの部分を変えていきます。と、外し方は、まあ、この見えますか、トルクスのボルトを緩めてグリーンと回してスポンです。はいですね。はい、でこちらが、今回お取り付けするターボインレットアダプターですね。かっこいいですね、化粧塗装みたいになってます。はい、でこれが純正です。見てもらえれば分かるようにちょっと径が太くなってます。だいぶ違うと思います。はい、はい、じゃあ続いて、バンパーを外していきます。はい、じゃあ、こちら下回りですね。バンパー外すにあたってこの、ビスを各部外して、アンダーカバーも外して、そしてこちらライナーですね、インナーライナー、このビスたちを取ってバンパーが外せる感じになりますね。はい、ヘッドライトですね。ヘッドライトは、まあ、この上の部分ですね、とこう奥、あとはこの奥にもう一個、これで、ライトがパコッと外れてきます。
次はこのホースメントを取っていきます。はい、じゃあホースメントここですね、ここを外して、であとはホース類、水回りもそうですね、で配線これなども全部ここから外して、ここホースメントごと、もう骨ごと全部ガバッと開くような感じで作業していきます。はい、今これコンデンサーに刺さるエアコンの配管、あとはブースト配管と、あと水回りですね、取れましたんで、これでガボッと取れてくると思います。まあ一応こういう機械があるんで、裏当てんではこれで、エアコンガス抜いたり補充したりができるので、まあエアコンのリフレッシュっていうのもやってます。もうぜひぜひ来てください。はい、では外します。丸見えになりました。何が何だかって感じでしょうか。あとでこのパイプ、これチャージパイプですね、これとこの下のホースもシリコンホースの強化のやつに変えますね。なんとここで選手交代のお知らせです。ちょっと翌日の作業が私できなくなってしまったので、工場長に引き継ぎます。なのでちょっと続きは工場長の作業でお送りします。すいません。酒井くんがいないから、私小出がちょっと今日バラしてきますんで、じゃあこのラジエーターコンデンサーファンシュラウドバラしてきます。じゃあまずこのファンシュラウド外します。ズコ、次こいつ外していきます。ではでは、今外れましたね、おのおの。はい、でこっちに、単純にラジエーターコンデンサーで、これも、コンデンサーばらしてラジエーターだけにしてきますね。またばらします。はい、ばれましたね、コンデンサーラジエーター。今回変えるのがこれだね、これ変えます。次はホース、今外しました、ホースとパイプで、これこれをこれとして、このホースラジエーターコンデンサー乗りましたと。ラジエーターロアホースかわいい、ちょっと見にくいけど、これも変わってるのかな、変わってます、見えますか。最後、エアコンの真空引きガス入れて、ウォッシャー入れました、冷却水も入れました。こんな感じ、今回あとエアダクトも変えてます、カーボンになってます。はい、では、こちらの S3、カスタム内容をざっくり、おさらいしてみます。まず外装ですね、ウィンドウォール、ここはラッピングです、ブラックアウトしています。で、ここのミラーカバー、あとは、フロントのグリル、ここですね、はい、グリルと、あとエンブレムの方を前後ブラックアウトしています。はい、で、ヘッドライト、あとテールライト、リフレクターなども、こちらはラッピングで
スモークの加工をしています。はい、で、外装パーツでいうと、あとはリップ下ですね。これはバランスイットのカーボンリップがついています。で、今回の入庫でお取り替えしたい、もう一つ後ろのトランクスポイラー、こちらもバランスイットで揃えて取り付けの方をいたしました。あとごめんなさい、後ろ回り紹介し忘れちゃいましたね。これディフューザーの方もブラックアウトで黒くグロスブラックにペイントしてあります。はい、そして、こちらホイール、前後でちょっと幅が違うものをつけたんですが、 BC フォージドの MLE81、 こちらつけております。はい、でホイールに合わせてタイヤの方もミシュランのパイロットスポーツ 4S、 ちょっといいタイヤ使えてます。で、あとはこちら車高の方を少し下げてあるんですけども、なんとカーベイのバージョン3、こちら減衰調整、伸び縮みで調整できるようになっているものいいものが入ってますので、はい、乗り心地もかなり良くなっています。あとは、ボディ下回りの方で CPM の、レインフォースメント、ドアレインフォースメントと、あと、ブレースですね、メンバーブレースの方もついています。はい、こちらエンジンルームです。こちら岡田プロジェクツの、プラズマダイレクトイグニッションコイル、ハイスパークイグニッションコイルですね。それとあとプラグの方が変わっています。はい、そしてこちらイベンチュリの、エアクリですね。はい、でさらにその奥に ECS チューニング見えます。はい、これのカーボンインレットパイプ。はい、でその奥、こちらタービンがいるんですけども、タービンの間黒いパイプですね、ここがフォージのターボインレットアダプターがついてます。で、タービン本体の方に強化ディバーターバルブ、これもフォージの強化のものをつけました。そしてその下ちょっと見えないですが、APR チューニングの、何でしたっけ、マフラーデリート、タービンの出口の、まあ、音が出ちゃうのを抑制しているマフラーがいるんですけど、それをデリートしてます。で、その見えるところがハイフローディスチャージパイプですね。これはフォージのもの、黒いこうパイプがずっと下の方まで行ってます。そして、フォージのインタークーラー、ちょっと見えないですね、ごめんなさい。はい、はい、コンデンサー、これ見えてるのはコンデンサーです。こっちの奥がインタークーラーです。もうほとんど隠れちゃってますが、大きいものになってます。はい、そして、各部のパイプですね、パイピングを全部フォージのターボパイプ、うん、シリコンホース強化シリコンのものになってます。径もちょっと大きくなってます。はい。とこんな感じです。あとはコンピューターの方、APR チューニングの方で、ステージ1コンピューターチューニングが入っています。であとトランスミッションの方もコンピューターアップグレードというものをしております。はい、ではこちら S3 完成いたしました。どうぞ見てください。今回、カーボントランクスポイラーもつけて、今外装パーツの方も、完成いたしました。そしてインタークーラー装着したことにより、なんと400馬力超えしております。はい、で総額ですね、外装パーツなども含めてこちらも400万円近くかかっております。はい、まあ、ここまでカスタムしている S3 は珍しいかと思いますが、見た目ちょっとライトな感じでまとめたところがありますんで、まあ、パッと見何をしているか分かんないですが、ものすごく速いです。でコンピューターチューニングも入ってますんで、もう乗ってて楽しい。そして RS3 も超えちゃうぐらいめちゃめちゃ速いです。はい、まあ、こうしたカスタムも、ボンドでやっておりますんで、ぜひトータルカスタム希望の方は
ボンドまでお問い合わせいただければと思います。それでは、今回 S3 のカスタムの紹介をさせていただきました。ボンドチャンネル登録がお済みでない方はぜひ登録の方もよろしくお願いします。以上、ボンド浦和酒井でした。